こんにちは、はるです。今日はね、皆さんご存知の万能の素を作っている会社さんにお邪魔させてもらって、これの活用方法とか美味しいレシピとかいろんなことを教えていただこうと思います。それでは、ハオンバさん、よろしくお願いします。ハオンバさんのハンです。よろしく。ノムキヨウシジョ、오늘몇개만드실거죠。違う、パンのロボットで4品を作ると。네가지를만들고싶도만들고싶지만직관상네하루상고마라사주다했네今回は有名な万能の素を活用して30分でこの品数の韓国料理作れるように習ってきました。必見です。よろしくお願いします。任してくださいまずは冷ややっこですかね。はい、冷ややっこ입니다。これ万能の素で冷ややっこ作るんですね。知らなかったです。おもこし豆腐と冷ややっこにはきゅうり、千切りがとっても美味しいです。そうなんです。湯豆腐には白ネギ。あ、湯豆腐もできるんですか。豆腐は私が作ってんじゃねえよ。ごま油さえあれば食べるラー油がなります。あ、なるほど。はい。じゃあこのぐらい入れて、ちょっとだけでいいですからね。すべてうちのパンダの素はごま油を使うんです。じゃあこれをかけ混ぜる。なるほど、こうやって使うんですね。本当にね、정말맛있습니다。그리고添加物とか전혀안들어있기때문에ね、ちょっとパラーっとかけるです。すごい美味しそう、これだけで。もうちょっとやればね、おつまみとかいいですね。はい、これが一品。早い、すごい速さ。早いですよ。次は浅漬けです。キリの浅漬け。はい。じゃあ万能の素パラパラね、あんまりいっぱい入れたらしょっぱくなるので、こういう感じで。ごま油とか一切いりません。あ、そうなんですか。これはもう揉むだけ。そう、揉むだけ。あんまり揉み揉みしたら水出ちゃうので、へえ。弁当持っていくとき刻んで、はいはい、好きなように刻んで、これをパラパラで。あ、そうなんです。なんか揉んじゃいたくなるけど、うん、ダメなんですね。揉まなくていいの。へえ。もう二品もできた。すごい。いや、今までちゃんと活用できてなかったんだなってこれでナムルもできます。はい、ナムル、もやしちょっと使うね。はい、これぐらいで。こうもみもみしちゃダメだからね。あ、それはちょっと重要なポイントですね。うわ、じゃあっという間に3品できた。はい、これでおにぎり作れるんですね。青のりをちょっと使うと思います。あ、なるほど。それでこれもごま油、あ、これをパラパラして、へ、本当にね、一口サイズでもできるし、お、これでもみもみ。あ、なるほど。あん、おいしい。ここまでで10分もかかってないですね。おお、コンナムル、コンナムルとごま油ピッとかけて、このぐらいでいいね。そんなにいっぱいやったらしょっぱくなるから。なるほど。いいか。美味しそうですね。もうあっという間。これはもみもみね。あ、これはもみもみするんですね。うわ、シグムチナムル完成です。ごま油いきます。はい。すごいですね、パラパラっと。すごい、もう早技でこんないろんなおかずができてます。今どんどんできてます。椎茸のナムル完成です。あ、美味しそう。もう4品ナムルが完成しました。私も今までなんかスンドゥブチゲとかキムチチャーハンぐらいしか使い方がよく分かってなくて、今回すごい勉強になってます。撮りながらめちゃくちゃ参考になってます。スンドゥブチゲの材料です。多分もう私の動画を見てる人はこの鍋が家にある人がほとんどだと思うんです。結構みんなそれ持ってますね、きっと。絹ごし豆腐、絹ごし豆腐、スンドゥなんだけど
日本は寸胴がないわけ。絹ごしで、絹ごしでガチャガチャこう小さく切ればちょうど寸胴ができるからね。こういう感じ。だいたい寸胴ちぎり1人前は10グラムなのね。水 170cc なんだけども、しょっぱかったら水、薄かったらもと。あ、なるほど。好きに調節すればいい。だいたいこれぐらい入れるそうです。15グラムくらい、これ1人半マイルの方くらいだから、もうちょっと入れました。ちょっと大きめですね、1人前。お腹空いてきました。あ、ね、卵入れるときとりあえず火を消す。あ、消すんですね。そうです。消してポンとする。それからネギをたっぷり入れます。お、結構たっぷりめに入れます。もう好みでね。それでごま油。あー、美味しそう。それでこしょう。すごい本格的な、はい、一瞬で。それで寸胴ちぎり完成です。ありがとうございます。もう一瞬でもう冷めないうちに食べたいと思います。こういう卵このままあるじゃないですか、はい、これをピカーッと下、そんなら最後までとろっとします。いや、とろっとしたのが好きだったらもうほぐしちゃうんですね。そう、ほぐしていいし。知らなかった。そうじゃないければ半熟したいって横に寄せて、はいはい、とかさ、汁だけ食べてから、うん、知らなかったです。ありがとうございます。いただきます。はい、今回万能の素、ナムルの素を使ったお料理があっという間に、もうめちゃくちゃあっという間に、何品、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9品完成しました。すごい。それでは早速いただきたいと思います。え、もう一個白の出汁のおにぎり、美味しそう。かけながら、変速度計。万能の素フルコースです。すごい。いただきます。はい、どうぞ。じゃあ、あったかいチゲから、はい。え、本当に粉、これしか入れてないですもんね、味付けとか。すごい。あんな本当数分で作ったと思えないですね。もう、うん、おいしい。なんか最初にお肉を炒めたりとかそういうことするのかなと思ったら、もう全部入れて茹でるだけ。すごいですね。おいしい。えらい。ちゃんと私これの実力を引き出せてなかったんだなって今回思いました。使い方とか多分そういう方多いと思うんですよ。じゃあ、これ多分見た、うん、ちょっと私いつも美味しい料理食べると、うん、仕事とかレポートするの忘れてずっと食べちゃうんですよ、本当に。うちのかけちぇんちょわよ。ちょわよ。うわぁ、美味しそう。わかるよね。はい、もう、うわぁ、たまらないな、これは。もう一口で頬張ります。うん、うん、あ、これ美味しいです。本当にちょっと他の料理も食べなきゃなのに。浅漬けのきゅうりの、やっぱ揉まないから余計な水分とかが出なくて、すごいシャキシャキですね。うん、白の出汁を使ったチュモッパいただきます。うん、あ、美味しいです、これ。ね、どっちも美味しいですね。よかった。本当に、あ、部長あら、万能の素と万能出汁のね、どっちもおすすめですね。私どっちも好きです、本当に。両方美味しい。これ白の酢足して作ったんで、万能の出汁を。ペリッとしょっぱくなるかな、これと。ありがとうございます。白の方の出汁で作ったスープいただきます。美味しいです、これ。え、これ新大久保で売ってるんですか。売ってます。あ、万能の素しか目に入ってなかったです。うん、あ、なんかコムタンスープとかプゴクとかミオクとか全部できますね、これ。美味しい。あ、もうマンドゥクとか何でもできますね。トコとかもトコ最高です、うん、ナムルの素で作ったナムル4種をいただきます、はい。
すごい簡単なのに本格的で美味しい。こんな簡単にできると全部美味しいですね本当に。冷ややっこ作れるって知らなかったんですけど、それ食べるラー油はなるってことね。うん、なんか旨味がちゃんとあるラー油になるんですね、混ぜるだけ。それでトッピングしたいければ、うん、ガリックとか入れたり、すれば全然簡単にできる。いやこれ本当にすごいですね、私万能本当にすごいと思います。万能、私普段あんまりリアクションとかそんなしないじゃないですか。本当に美味しいし本当にすごいなと思ってるから、なんか素が出ちゃいます。いや美味しいです。クリームパスタでもちょっとピリッとしたいければこれ入れちゃう。 あの流行りのロジェパスタみたいな。へえー、そっか、クリームパスタにいたらロジェパスタになるんだ。とちぎんでございます。ビジネスね、暑いね。うわぁ、うわぁ、美味しそう。ありがとうございます。暑いか。うん、おいしい。すごい美味しいです。よかった、これおまけで私。これすっごい美味しいですね。これ日本で食べれると思わなかったです。あ、そうですか、はい。韓国は時々ありますね、こういうロースト付き で、こういうちょっと味の塩をつけて食べるみたいな。シジャンコンだ。あ、そうですそうです。そういうの好きなんです。そうそう、これ新大久保で売ってほしいです、これ専門店みたいな。もうこれ私大興奮です。これどうやったらこれをみんなに食べてもらえるんだろうって。すごいもう美味しいから食べてもらいたい、みんなに。今これを冷凍して、はい、今12月向けて予約だけ。え、本当ですか、これ買えるんですか。うん、えー、あの冷凍でね、あ、焼いたらすぐ冷凍凍られちゃって、はい、これが今作業してる冷凍の方を準備して、なるほど、これを解凍すれば。そうです、もうこのローストチキン、うん、そうです、うん、というわけで今回めちゃくちゃ感動しながら素で美味しい美味しいと食べていたこちらの万能の素なんですけど、今回ねこちらの動画で出てきた万能の素と万能ナムルの素、万能だしの塩味、こちらが1個ずつ入った超お得なセットが1700円で販売をするということで、ハルハルセットで販売してくださるそうです。皆さん喜んでください。おすすめのもの1個ずつお得にセットになってます。もうこれがあったら今回動画で作ったもの全部作れます。あとね、ローストチキンもう本当にこれマジで感動する味だから、万能の素買わないにしてもローストチキンだけは買ってほしいぐらいめちゃくちゃ美味しいので、あの本当に後悔しないのでよかったら買ってみてください。というわけで今回もめちゃくちゃおすすめのものがたくさんできて、私もいろんな勉強になったので嬉しい撮影でした。概要欄にリンク貼っておくのでよかったらそちらからチェックしてみてください。ハルハルセットもチェックしてください。ローストチキンもチェックしてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。アンニョン。